さあ皆さんやってきましたフェス告知。9月24日土曜日9時から9月26日月曜日9時まで開催となっております。で、丸々2日間となっておりまして、道具食料暇つぶし、この3つの中から何かを選択しなければいけないわけ。皆さんは何を選択しますか？もしよろしければコメント欄にコメントお願いいたします。ただパッと見だと食料が一番人気そうやな。まあ多分ね、まあ推定ではあるんですが、ってことで、まあこれは置いておきましょう。はい。ってことで、唐突にやってきてびっくりしました。で、もうすぐ S プラス3でございます。皆さんは今どこまで進みましたか？もしよろしければそこも踏まえてコメントいただけると幸いです。まあゆっくりやっていけばいいかな。まあランク見てもらったらわかる通り、まあ、そんなにプレイ時間自体は長くないと思います。まあ、他ゲームやってるからな。お、ちょっと待って。なんか広場にとんでもないものが増えて上がるじゃねえか。これはもうフェスだな、フェス。間違いねえな。あれ？これはまだ、あ、なるほどね。工事中っていうことか。おお！なんか増えてんな。フェス投票。じゃ、みんな何する？俺は、これさ、食料一番人気だよな。じゃあ俺、あえての暇つぶしでいくか。あえての暇つぶしでいくわ。参加する。ちょ、みんな暇つぶし選ぼうぜ。っていうことで、フェス関連はおしまいか。で、ここからがね、本題なんだけど、ちょっとね、動画のタイトルとサムネにもあるかもしれませんが、このようなコメントをいただきました。味方が弱すぎて、50戦やっても、4勝46敗でした。これやばくないですか？4勝46でどういうこと？どういうことや。いや、にやかにはちょっと信じがたいんだけど、ただ、まあ、可能性は一応あるっちゃありますよね。なんかちょっとすごく面白いなと思いました。はい。なんかすげえよな。本当にっていう。だって4勝46ってさ、勝率1割これ割ってんじゃないの。自分は40戦で塗り1位でした。これはどう考えても公式に操作されてますよねっていうコメントですね。まあそこに関するコメントの返信なわけなんだけど、まあ多分これはですね、味方が弱いわけではないと思います。多分味方弱いかもしれないけど、多分それが全ての要因ではないと思いますね。まあ主な理由としましては、オブジェクト管理であったりとか、まあ味方との連携ができていないというところであったりとか、あとは味方とスペシャルが合わすことできていないとか、で、さらに対面拒否で一人でこれ縄張りバトルしてるんじゃないかなと思いました。可能性としては高そうですよね。だって40戦で塗り1位でしょ？まあ、何の武器持ってるかわかんないけどさ。これで仮にさ、ホットブラスターとか言われたらさ、ボーイってなるからね。ちょっとそれはやばいぞみたいな。ま、さすがにそれはないか。まあ、多分寿司とかザップとかじゃないかなと思っていますけど、ただま、塗り1位っていう話なので、まあ、一人縄張りバトルをしてる可能性が高そうな感じがしました。あと、キル数が書かれてないんでわかりませんけど、まあ、キル数が足りてないっていうところと、あとはキルレの問題かなと思いますね。例えば、塗り1位で、まあ、5キル取ってますと。まあ、そういった方がいたとしても、まあ、10デスしてたらさ、まあ、ダメなわけで。で、なおかつ、キル取ってても、まあ、すべて足キルとかさ、の可能性もあるわけだから。まあ、ちょっとそこをね、まあ、把握しないと何とも言えないところではありますが、ただ、4勝46って、まあ、極端すぎないか。けど、こういった方って結構多いみたいですね、調べてみると。そう、調べてみると意外に多いみたいで、なんかツイッターでもこういった形で、まあ、ツイートされておりました。一回も勝てなくて C- のランクなんだけど、っていう、なんか、そういったツイートですね。さよならスプラ3、もう飽きたみたいな。で、なんか調べてみるとね、結構こういうツイートが多かった。だからまあガチの初心者の方は本当に勝てないんだと思いますね。まあ最初4勝46でさすがに嘘だろうと思っていましたけど、なんかこういったのを見てると、しかも動画見てると、ああ、あながち嘘じゃないんだって思いましたね。だけどガチの初心者がバンカラマッチ潜ると、まあそれは勝率1割ぐらいになるのか。ね。なんかそういった形でございます。まあ注目のツイートになってますね。で、まあ、スプラ飽きた、スプラ飽きたみたいな、なんかすごいツイートがたくさんありますね。まあ、スプラ飽きた人って、なんか思ってるより、だから多いのかな。
まあ、多分これはガチ初心者の方が飽きてるっていうのと、ないしは1と2をある程度やり込んでる方が飽きてるのかなと思いました。パッと見だとね。てか、すごいツイートの数があるので、やばいな。まあ、それだけ売れてるっちゃ売れてるんだけどさ、まあ、そういった形で世間の評価は、今そういった形になっているみたいですね。ただ、もちろん人気のゲームではありますので、人気の裏返しかなっていうところ、ただ多くの方、例えば99%の方は楽しんでいるんじゃないかなっていうところですね。もちろん私も現在進行形で楽しんでいるところでございます。ただ、おそらくこのゲームっていうのはね、勝てないとマジでつまらないんですよ。マジでつまらなくて飽きるんですよね。で、さっきの方もおっしゃっていましたけど、やっぱり勝てないと飽きると思うんですよね。なので、やっぱり勝たないといけないんですよね、このゲームは。そう。ですので、まあ、オブジェクト管理っていうところで、まあ、ガチアサリであれば、アサリを入れるであったりとか、アサリを集める。で、エリアであれば、エリアをしっかりと塗ってやるっていうところですね。まあ、切るというより、エリアの場合はエリア優先で、まあ、とにかく立ち回ると。まあ、そういったところを意識すると、ある程度、まあ、勝率安定するんじゃないかな。あと、櫓であれば、まあ、人数有利の時は櫓乗ってやるとかさ。で、なおかつ長射程を持ってやるとか、ブラスター持ってやるとか、なんかいろいろ工夫できるところがあると思うので、まあ、そういったところをですね、まあ、考えてやっていかないと、やっぱりこのゲームってすごく難しいので、まあ、勝てないと思うんですよ。まあ、逆に勝てるとすごく面白いゲームだとは思いますので、ぜひそこを意識して皆さんやっていきましょう。あと、スペシャルを合わせるっていうところですね。まあ、3から始めた人であれば、どういうこと？スペシャル合わせる、なんかそれ意味あるんですか？って思うかもしれませんが、いや、意味はありますね。すごく意味はありますので、スペシャルをしっかりと合わせていきましょう。まあ、スペシャル打開と呼ばれるぐらい、やっぱりですね、スペシャルってかなり強力ですので、まあ、味方のスペシャルが溜まったタイミング、ないしは味方がスペシャルを使ったタイミングで、自分も合わせてスペシャルを使うみたいな感じかな。まあ、例えば、オブジェクトに向けてとか、敵が密集してるところに向けてとか、まあ、いろいろね、やり方はあると思うんですが、スペシャルによって多分そこは異なると思いますね。なので、そこのところはケースバイケースかなっていうところ。あと、対面拒否っていうところは、やっぱりその味方負担になってしまうんですよ。まあ、実質、4対3になってしまうので、対面拒否してしまうと。そう。なので、それがかなり厳しいんですよね。いやいやいや、ノリで貢献してるからさ、4対4でしょって思う方いるかもしれませんが、敵は4人いるわけで、で、その4人の相手をしないといけないわけですよ。で、自分が逃げてしまうと、その3人で対処しないといけないわけだから、常に前線では人数不利なんですよね。なので、自分の例えばキルレが良かったりとか、塗りポイントが高くても試合に負けてしまうっていう、そういった仕様になってます。まあ、すごくよくできてるゲームですよね、そう思うと。ただ、まあ、その対面拒否するっていうのは、まあ、場合によるかな。ヘイトを集めながら対面拒否するんであれば、僕はありだと思いますね、厳密には。まあ、要するに、味方が人数不利にならないようにヘイトを集めると。まあ、例えば敵の注意を2人引きつけるんであれば、まあ、対面拒否でも、まあ、しっかりと塗って敵の注意を引きつければ、貢献もできると思うので、まあ、それはそれでありじゃないかなと思いますけど、全く対面拒否で1人縄張りバトルはね、勝率が安定しないと思うわ。まあ、そこですね。あと、塗りがね、すごく重要なゲームではありますけど、キルもとても重要なので、特にタイミングキルかな。オブジェクトに関わるタイミングキル、ここはとても重要になってくるので、例えば、櫓が進んでるカウントのところでキルを取ってやるとか、矛が進んでいるところでキルを取ってやるとか、ないしは矛を進めたい時にキルを取ってやるとか、そういったタイミングキル。まあ、そこのキル数っていうところが足りてないのかなと思いました。あと、大事なところでデスしてるとか、例えば防衛の時とか、防衛の時にデスするとマジで戦犯になっちゃうので、やっぱそういった大事な場面でデスしてる可能性もあるのかなっていうところですね。逆にそういったところをですね、意識すれば、少なくともこのゲーム、5割は勝てるように、まあ、調整されているゲームなんで、マッチングシステムがあるからね、まあ、どれだけ下手でも5割は勝てると思いますから、ここはね、しっかりと意識していきましょう。逆にそこを意識することによって楽しくなっていくんじゃないかな。まあ、そういったところで今日はですね、ちょっと興味深いコメントが来ておりましたので、そこについての、まあ、回答でした。以上でございます。もしよろしければ、これを機会にチャンネル登録して、これからもスプラトゥーンの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。そして、ここまで見ていただいた方、ぜひ高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。